よはいどうも、ちょっと間が空いた間が空いたっていうか間が珍しいものを見つけてきたっていうので、前も一回ちょっと話したんですけど、ちょっと面白いものを見つけてきたんで、これあのヴィンテージバイクキットっていうシリーズらしいんですけど、ボリューム7とボリューム8でなっているやつなんですね。まあ、あのいわゆる食玩ってやつですね。なんで、全8種類とか、両方とも全8種類なんですけど、これ中ガム入ってます。はい、ミントガムが1枚入ってますね。はい。で、これがね、24分の1なんですよね。で、ちょっと、食玩なんですが、模型屋さんに置いてあった。要はスーパーキッズランドに置いてあったっていうんで、ちょっと面白いなっていうんで、前ガチャで24分の1の CB7 版を作ったじゃないですか。あれはもうむちゃくちゃプラモだったってやつね。あったんですけども、ちょっとこれも、そこまで難しくはないと思うんですけどね。川崎の900の、ね。何が入ってるかわかんないですけどね。Z1 が入ってるのか、Z1NA が入ってるのか、Z1B が入ってるのか、750RS が入ってるのか、ね。SRO も、何年式のが入ってるのかっていうのがわかんないっていうね。まあ、こういうの、昔ね、食玩ってものすごい、買ってたことがあったんですね。昔行ってた会社の、近所にコンビニがあって、そこで食玩を結構置いてたんですね。で、置いてたのが、ワールドタンクミュージアムっていうね、知ってる人は知ってるんですけどね、海洋堂が作ってる、シリーズのね、戦車ものですわ。こんぐらいのちっちゃいやつなんですけど、ものすごい精巧なキットで。で、それに一時期かなりハマったことがあって、それプラス、ガンダムのいろんなバージョンのやつも、こんぐらいのサイズのね、食玩で売ってたことがあって、それが前行ってた会社の近所に置いてあったんですよ。で、それを毎日買ってたっていうね、いうのがありましたね。で、ああ、懐かしいなと思って。で、対象年齢15歳以上って。そりゃそうだわな。わからんわな。で、で、ちょっとこれ面白いから、ね、開けてみようかなと思って。ちょっと、まず大きい、ボリューム7からいきましょうか。ね、SR のね。ちょっと中身がどうなってるのかわかんない。ああ、組み立て式だ。で、黄色だな。ということは、この07番だよな。ヤマハ60周年記念モデル。ライトレディッシュイエローソリッドってやつですね。このタンクの中身でね。もうエンジンも塗装とか全部済んでますね。で、説明書と、お菓子というために言うだけにこのガムが1個入ってるっていうね。ね。これはおもちゃじゃなくて名称チューイングガムっていうこれをつけたいがためにこれを1個置いてある。これとこれの割合が全然違うけど、お菓子ということでね、これはFトイズさんが出してるとこですね、やつなんですけどね。ということでバイヴィンテージバイクセット、多分この7番ですね。タンクの色から見るにね、7番の、映るかな、ライトレディッシュイエローソリッド、ヤマハ60周年記念モデル。記念モデルだ。だから、珍しいタイプですね。という形です。で、組み立ては、パパッと。流し込みタイプのこの、割と積み立て、あれなんだ。プラモだね。さあ何分で作れるか。この前のあれは偉い目に遭いましたからね、
あまりのやつに途中で止めて作って結局2時間ぐらいかかったっていうやつですからね。ということはそれなりにプラモデルのようにニッパー、カッターナイフ、ピンセット、流し込みタイプのスケルン、あ、デカールかな、シールかな、デカールっぽいな。あ、対象年齢15歳っていうのも分かるわね。ちょっとまあやってみましょうか。時間つぶしっていうわけじゃないんですけどね。ささっと作れるかどうかね。なんか普通にニッパーとかいるんだね。ということは普通にプラモデルとして作ればいいわけだ。でこれに、うわー、これ結構本体に 1,2,3 を取り付けます。なんと細かいな。これはデカールだね。デカールだわ。デカールだ。ちゃんとしたデカールだ。これは時間かかるな。ちょっとどっかで途中まで作って止めてみましょうかね。まあエンジン周りからやっていきましょうか。本体1,2,2,3を取り付けます。2,3、こうだな、こう見てるから2,3、あ、もう完全にプラモだねこれね。これはちゃんと作るとあれだね。あ、やっぱり色塗りたいねこれね。どこにつけるって、ここか、こうか、こうだ。裏もだねこれね、完全にね。パチ組じゃないもんね。ほんで、うん、パチ組じゃないや。これは流し込みいるわ。ということで流し込み接着剤、うん、あ、プラモだねこれ完全に。2,3,3をつける。これセンタースタンドはあるけどサイドスタンドが、センタースタンドがあるんだったらあれだな。後で3、3はこうだな多分。細かいなこれ。これシャフトとか結構細かいな。黒ブレーキパッドとかもついてて、あ、色塗ってくれてるのありがたいね。こういうのね、こういうのは塗らないといけないのめんどくさいんですよ。前の CB7 版なんてデカールだったからね。さあこれか。まあ途中まで組んでいきましょう。途中まで組んで途中からはもう裏でこそっと裏でやって完成したものをお見せすればいいかなと思いまして、2,3を組んでいくと。これは可動にしといた方がいいかな。ここはまだ難しいねこれ。割と難しいね。24分の1のバイクって意外と難しいんだね。この前の CB7 班でやったけど、あ、ここ止まるね。止まるんだったらいいや、これで。
サインを作る、ね、本体に4、8を取り付けます。4から8、4、5、6、7、8、4が難しい。4はこれか、これ違うな。4番ってどれだ。それもまあちょっと切っとかないかな。あ、ここにあるわ、ここにあった。あー、綺麗に色塗ってくれてありがたいね。これはもう完全にプラモですな。ね。もう、パチ組なん、パチ組でも何でもない、普通にプラモですね。4、5、6、7、8。4。4がこうで、おー、難しい。あ、これこっちが前か。ここに通して、これね、バイクの構造知らないとね、多分分かんないと思う。これここに差し込むと、で6 5 4 5 5がこれだね。まあどうでもいい話、完全に関係ない話なんですけど、あれをね始めたじゃないですか。トラックを、で、あれね、通常の組み方とはでは、いけないっていう風にまあお話ししたとは思うんですけど、あれね、正直ね、組んじゃ何、組んではよ、あれし、塗装し、組んでは塗装しってやっていかないといけないと思うんですよ。あ、これ先に入れちゃダメなんだ。よりくっつけとかなくてよかった。組んでは塗装し、組んでは塗装しでないとちょっと難しいんですよ、あの量でですとね。で、いつもだったらボディ、まあボディ今塗装入ったんですけど、塗装して乾燥に入ったんですけど、もうね、これがあって、これがあって、こうか。で、シャフト入れないとダメと。シャフト2本。ちょっとね、すごくめんどくさいんで、ある程度、塗装とかは、裏でやっちゃいますというふうに思っております。シャフトなんか違うんかな。シャフトは2本一緒だな。これスカスカだけどいいの。という感じでやらないと多分ね、
ちゃんとできない、できないというか、難しいんですよ。これ入れる場所かわかんないな。あ、これをくねってか。あ、そういうことか。じゃあもう一回バラして、もう一回取ってシャフト、あれシャフトが抜けてるじゃん。だからね、あれちょっと頑張って塗り分けとかね、細かいところとかっていうのはちゃんとやるつもりなんですけど、基本的に ちょっと裏作業がかなり増えると思います。で組んではまたやり、組んではまたやりっていう状態になる本だから、ちょっとなんかいつもとパターンがかなり変わってくると思うんですね。なんでちょっとそういうやり方をちょっとしていこうかなと今思っておりましてですね。入ってない、減った。でそういうやり方をする以上、ちょっと裏作業がかなり増えるという、ちょっとつけすぎたということになってしまいましてですね、実際今も裏作業してるんですよ、かなり。で裏作業してるから、だいぶ塗装とかも済んで、下塗りとかでサフとか、あ、失敗したな、これここ先刺さないとダメだったんだ。あ、失敗しまくり。まだ外せるか、外せた、外せた、よかった。そういう作業になっちゃうんで、ちょっと裏でこそこそっていうのができます、あると思います。でだからかなりね、今までと違って作り方もあれだし、内容も飛ぶことがあっち行ったりこっち行ったりっていうことが多いと思います。なんでそこはちょっとご了承いただきたいなと思いましてですね。まあこんなこと言ってるわけですけど、なんせね厄介なんですよ。っていうかこれも厄介だな、おい。これはこれで厄介だな。これはこれで厄介ですよ。そういうことがね、かなり増えてる、あ、増えてるじゃなくてかなり多いんですよ。だから今とりあえずキャビンの塗装クリアまでは終わって、クリアもセミグロスクリアにしたんで、もう3回で塗装は終了してます。でその状態で今乾燥に入りましたけど、乾燥に入ったんですよ今、セミグロスクリアの状態で。でそれを今やってるんで、それして今度はキャビンの、この前ちょっとあれをやったんですけども、
ご、キャビンの室内ですね。室内の方はやったんです。これ、めんどくさいな、俺。食玩のめんどくささってこういうところにあるんだね。キャビンの室内は塗装は終わりましたけど、まだ組み立ててはいませんし、でそれをすぐに組み立てるかっていうと、組み立てるかどうかはまだそこには決まらない。ちょっとあのね、どういう順番でやろうかすっごい悩むんですよ。要は問題なのはなんか、これやっぱり外そう。ダメだ、難しい。ということで、ちょっと作り方がかなり変則的な作り方になると思いますので、それだけはちょっとご容赦願いたいなと思います。いきなりボディやったかと思う。ボディもチャーシーもなんか半分以上、8割方チャーシーですからね、あれ。これちょっとちゃんと作り方全部作って完成までしたかったけど、これ無理だな。という感じでなるんで、ちょっと塗装はだいぶ省くと思います。でないと多分無理だわ、あれは。やっていくのは開く、開いてくれりゃいいんだけどな。ここを入れて、ここを挟み込まないといかんっていうのは、これがむちゃくちゃだな、これ。結構むちゃな。タイヤだけ入れとこうか。これ逆にタイヤ入れといても別に問題なさそうだ。逆か、こうか、違う、こうだ。こんな感じでね、ちょっとわちゃわちゃとややこしいことになってるので、あれ、シャフトが、あ、ここだった。そこは作り方があっちこっち飛ぶっていうのだけはご了承お願いします。さあ、どこで僕がここ一回止めましょうかって言い出すからね。もう、はい、もうごめんなさい、ちょっと一回止めます。これプラモだわ、やっぱり。一回止めますね。完成するまで一回ちょっと止めますわ。これ完全にプラモだわ。直眼じゃない、プラモだわ。ちょっとこれもうすでに1ページ目でつまずいてるもんね、かなり。ということで、ちょっと一回止めます。ちょっと完成するまで、はい、デカールもあるしね、デカールもあるんで、完成するまでちょっと止めます。はい、じゃあ一回止めます。はい、大体完成しました。まるっとプラモですね。模型ですわ、プラモデルです。普通のガチャとかあんなみたいに簡単に作れるもんじゃないです。まるっと完全にプラモでした。ということで、最後デカール、シート外してるのはね、理由があって、これ軟質ゴムなんですよ。なんで普通の接着剤じゃつかないんで、つかないのと、このデカールを貼らんといかんので、こいつを貼るまではちょっと置いとこうと思って。で、軟質ゴムなもんで、
あれデコプリで、うん、あの普通の接着剤では全然つかないんで、あのデコプリでつかない、つけないといけないんで、あのということで、あのとりあえず後回しにしてます今で、あの他にもデカールはあったんですけど、もうある程度も貼り終えました。言っても、ここに SR っていうロゴと後ろのナンバープレートにヤマハの SR っていうのと、ここの、あれですね、メーターですね、ここだけはあの先貼っています。あと時間がそんなにかかる、かかってもあれなん でデカールはもう完全にあの普通にデカールです。特に問題があるようなもんでもありませんし、ちゃんとね面白いのがここにクレオスから発売されるマークヘッダーなどを使用すると貼りやすくなりますっていう風なことをちゃんと書いてあるんですよ。なんであの普通にプラモデルと同じように貼れば問題はないということなんで、であの割と組むのはね、あの模型ですわ、プラモデルと一緒ですわ。ただあまりにも部品がちっちゃいのと、さすがあの食玩的な要素があるんで、ちょっとあの粗いですね、出来が、から出来が粗いっていうところがあるから、どうしてもそこはちょっとあの妥協は必要かなと思います。でこんなこと言うかというと、僕あのペダル1個吹っ飛ばしてなくしましたもうどあの切れてあの刺しとかピーンって飛んでいって、あのなくなっちゃいましたんで、あのもうそこはもうあの諦めました。私これは硬いな、硬いからちょっとソフターで後で柔らかく、おお、ずれたな、ちょっとよいしょ、ソフターなんで、ソフターでちょっと柔らかくしましょう。ちょっとソフター貼って、うん、置いとき、ああ動いた、ソフター貼ってちょっと柔らかくして置いときましょう。デカールとしては普通のデカールっぽいんで、多分ソフター塗っとけば、あの動いて、あのくっついてくれると思います。出来はね非常に悪くないですね。ちゃんとバイクの要所要所をちゃんと押さえてるっていう感はありました。ただね、あの部分的に最初の一発目でも言いましたけど、これちょっとバイクを知ってないとどこにつくかわからんやろうなっていう感はあります。そういう取説自体はちょっとそういう意味ではちょっとこういう1枚でね、1枚の取説で貼るにはちょっと不親切さはありますね。うん、で僕あえてこうやってセンタースタンド使わずにサイドスタンドで立たせてますけど、取説で見ると確実にセンタースタンドで立つようになってますから、でもサイドスタンドも倒すようになってるから、これは選択式になるんで、これは知ってないと両方立っちゃってブサイクになります。なんでこれはやっぱり知ってないとちょっと分かんないかなという気はしますね。まあこういうのを買うのはバイクが好きな人は買うやもんだろうから、そんな、ああ破れてる、
破れてんじゃん。マイクが好きな人が買うか、買うもんだから、多分まあ、知ってる人が買うんでしょうけど、まあいいや、分割で先にくっつけちまおう。これだけ。こんな感じで。聞けばバレない。まあ好きな人が貼る分には、やる分には問題ないと思います。これは、はい、こんな感じで、ちょっともう一個の方には予定出しませんでしたけど、やっぱりね、作業時間としては、1時間ちょいは見といた方がいいかもわかんないですね。これは作るとしたらガチャよりは難しいかな。でもうプラもっと割り切ってやった方がいいと思うんで、はい、こんな感じでございます。ちょっとこういうところ汚し入れるとね、かっこいいと思いますんでね。で、最後にこれで、という感じですね。はい、質は出来はいいです。で、気になる方は、これ気になるなっていう方あると思うんですけど、メッキ部品はありません。全部塗装です。なんで、もう塗装した状態のものを塗ってるもんで、こういう風にね、切り落とした後、黒いやつはこのワーカーペンで普通に塗っとけば、ちゃんと補修できますんで、はい、こういう風にやっとけばもうちゃんとスッと補修できるんで、はい、問題はないと思うんです。色的にも特にこのね、タミヤのペイントでやれば問題ないと思いますので、ということで、予想外に時間を食っちゃいましたけども、まあエフトイズさんのキット、まあ今のところこのボリューム7-8まで出てるかなっていう感じですね、見た感じでは。まあ7以前を見たことないんで、っていうか7と8しか見たことないんで、あれですけどね、こういう感じで出来上がりましたのでね、はい、こういうキットを作ってみましたという動画でございました。また、気が向いたらまたこっちもやろうかなと思います。ただどっちにしたって一回止めてと、途中で作る、途中で一人でずっと科目に作って完成して、デカールのところだけお見せするっていう感じになると思います。今回と同じような感じになると思いますので、そこはご了承ください。こんなもんシリーズにする気もするのもあれですしね、なんか申し訳ないしね、シリーズするのもこの2回かなんかに分けてやるのもあれだし、あと何だろうね、単発でちょっと時間
潰しというか、あのっていう感じにでやる感じだと思うんで、あのまあ気が向いたら作るし動画にするし、あの動画にしなかったらもどっかでひょっこり出てくる可能性はありますので、あの一応あのね、ジオラマ的なものを作ろうというあの計画はあるんで、あのその中にひょこっと置いて、この前のね CB と同じように一緒に置いてある可能性は十分ありますので、あのそこそれはあの置いてたら見つけたら、あれ作ったやつだなと思ってくれたら大丈夫かなと思いますんで、はい、ということでヴィンテージバイクキットね、F トイズさんからの食玩キットですねを作ってみたという動画でございました。はい、ではまた次回全然作ってみたっていうか作り上げたところを見せたってだけになっちゃいましたけどね。はい、まあこういうキットが出来上がりましたということで、ね、はい、また本編でお会いいたしましょう。それではさよなら。